時期の前に立つケブリアビッサリオンケブリアは、グルジアの航空のパイオニアである。1910年8月、フランスで飛行免許を取得し、ブレリオ機でロシア各地で飛行を行った。老朽化したブレリオ機の代替機として自ら飛行機を製作した。大工の息子に生まれ、技術者の教育を受け、鉄道の世界を目指し、鉄道技師の資格を得た。1909年に、 ルイ・ブレリオのドーバー海峡を横断飛行成功のニュースは飛行への情熱を引き起こし、家財を売り払い、妻と3人の子供を残してパリに旅立った。ブレリオの飛行学校の生徒となり、1910年8月に飛行免許209を取得した。乏しい資金で 25HP のエンジンを積んだブレリオ機を購入し、ロシア各地で飛行工業を行った。 老朽化したブレリオ機の代わりにロシア人の知人と共に自らの飛行機を製作した。1913年の初めの工業飛行で機体のエンジンが停止し海に不時着し生還したが機体は失われたのが最後の飛行になった。1957年に87歳で没した。ありがとうございます。